やっぱり 1,2 ラウンド金子の方が結構一つダウン奪いました。金子左のフックです。まあ、武井選手何度も出していた攻撃ですね。そうですね、やっぱ左フックはずっと狙ってましたよね、まあ、これチャンスですよね。うわー、思い切った。ちょっと面白い軌道の目線をフェイント入れましたよ。目線をボディに入れといて右のストレート来た。沈んだ。終わらせました。3ラウンド2つのダウンを奪って金子明宏まだ元気です。さあこれで準決勝進出、1人目は金子明宏、四天王の1人です。マサトさんどうでしょう。今の KO パンチの前の右の、ロングフックが下見てロングフック入れたんですよ、はいはいはい、でそれがフェイントだったんで次はそのまま行ったんですよ。逆にそれがそのまま行ったことがフェイントになったんじゃないですかね。今のローキックワンツーストレート、うわ三日月でしたね。今右の蹴り武井選手こう逃がさないですね。またこれ三日月凡絶、足が内臓に食い込みました。終わった。まさにその通り、まだまだこれもんじゃねえぜ、そんな表情に見えます。手村雅史、武井選手どうですか。いやーこんな戦い方すると思ってなかったので、まあ格の違い見せつけましたね。パワーもつきましたねこれ。あ、そうですか。ちょっと平子さん、危機迫るものがありましたね。2つ抜きに出てましたね。1つどころじゃなかったです。これも完全に呼吸できない状態になってます。わあすごいローだ。今度は平子ピーター、尻もつきました。ダウンです。ナイス。あのローキックされた後でしたね。そうですね、ちょっと体を右側にこう傾けるような感じで後からパンチがついてくる感じですよ。遅れてくるような、なので体を顔を見てるんで見えない、裏からパンチ飛んでくる感じですよね。動かないと。あ、今チャンスだな金子、効いてる、ダメージある。あ、効かせろ。今度はローで沈んだ。終わった。いやこれはすごい。いや効いてます。本当1回戦とは全然違う戦い方でしたね。そうでしたね。1回戦は結構パンチでいきましたけど、このラウンドはこの試合はローキックで。いやこれでも武井選手ローキックがけ、あの鍵握ってましたね。そうですね、やっぱり最初からやっぱりもらってたので、はい、だんだん効いてきちゃって動けなくなっちゃいましたね。まあ多分、まあ、何発蹴ったか分かんないですけど、はい、30発以上は蹴ってると思いますよ。まさにもらっちゃダメなんですね。ダメですね。これ武井選手警戒すべきは佐々木の方としては何でしょう。そうですね、やっぱり三日月とかやっぱりさっきも打ったんです。うわー、右のストレートにつなげた。強い。立てるか。いや効いています。足に来ている。立てるか佐々木。これはダメージあるよ。立ち上がるがダメージがある。久村パワーね。さあ久村狙っています。左を思い切っていったか佐々木。さっきももうね、行きましたね。行かないとダメですよね。それしかない。守ったら倒されますからね。でもジャブいいですね。左ストレート。さっきももう玉砕覚悟ですよ。まさに左振った。左振った。いやノーダウンか。最後左振った。いや効いていた。雨が飛んでいたかもしれない。いや強烈、圧倒的なパワー。最後倒れる際に左フック入れてましたね。入れてましたね。あー久村強いね。平子さんどう見ましたか。いやもうパンチでもキックでも腹効かせて倒せるんですね。そうですね。もちろんそれ以上ね、もうさまざまな技もまだまだ持ってますしね。さあこの瞬間、久村雅史と金子の決勝戦が決定しました。そしてまだダメージがあります。佐々木純喜です。まあ、圧倒的に全て1ラウンドでここまで終わらせてきているのが青いグローブの久村。左ボディ、ミドルキックも効いた。ローキック、右のストレート、これダブル。最初にダブルを奪ったのは金子明宏。いや武井選手これがあるんですね。効いてますよ、効いてますよ。金子選手行かないと。ああんでると思うんですよね。折れそうな心をこの1年3ヶ月立て直してきた人です。カッターカッターの右入りましたね。入りました。19歳がダウンを取られます。クロスダウンですね。クロスですね。それまでダウンの、ね、小さいパンチいいなと思ったんですよね、うまーくカナが、
ここまでは微糖止まりペースでしょうか。ただ佐々木大蔵も応戦。おお、ダウン取られました。左ですかね。左打ちだと思いますね。今こう相打ち気味に入りましたけど、佐々木のパンチが一瞬早く入りましたね。この辺りのテクニックは佐藤さん、佐々木大蔵さすがですね。そうですね。佐藤さんはこれどこに注目していきますか。あのアビラルの左のジャンプがすごいいいんですけど、はい、その後ろに松下が合わせるんですよね。はい、左で揺れたジャブで揺れた、引いた、アビラルが一気に来た。でもアビラルの左もいいですけど、松下の左もいいですよ。お互いにいいですね。お互いいいですね。もうこれ1ラウンドで KO が出た。左カウンター、カウンター入った。すぐに立ち上がりました松下大輝。さあどうなる。構えました松下。このままアビラルが倒し切ってしまうのか。松下もローキックを放ちます。左伸びてるね。ナイスボディ。そしてボディ、このダウンの2回目のダウン。揺れてる揺れてる。続けられるか。立ち上がった。もうあの右からの打ち下ろしですよ。はい、アビラルの得意のパンチ。さああと1回ダウンを喫すると KO 負けです。松下大輝、アビラルが決めに行く。左のフック、倒しに行く、捉えた。勝ったのはアビラル、ヒマラヤンチーター。期待通りの1ラウンド KO 勝利。場内からの拍手を受けます、アビラル・ヒマラヤンチーター。平子さんどうでしたか。今松下選手いい入りだと思ったんですけども、負けん気強くね、自分の技信じて見事でしたね。西本内側に受けてるからいいんですよね。中に入るんですよ、そこに入ってくると足澤はやりにくいですよ。インドー聞いた。さすがのパワー、バック来ました西本。さすがのパワー、これがノーマルトマシーンの力。今の左フックの前のインドーも相当パワーあると思います。2つありましたね。さあダメージをどうか。足澤流星来るぞ、来るぞ。ノックアウトマシーン 100% 男のハードヒッターが来る。ユイカ独走、追い詰められない。足がふらついている。耐えられるか足澤流星。膝の気持ちが強いな。おお、当たっているが足澤流星走ってきて、今度は西本聞いてる。西本聞いてますよ。聞いてる。いやものすごい展開になってきました。膝来るぞ、来ます来ます。すごいすごい。ユイカ独走、足澤流星の勝負。今強いね、お互い。いや佐藤さん、両者のスタミナどうですか。いやもうスタミナ関係ないですけど、気持ちいいね。当たった方が倒れるね。お互いもうぶち切れてますよ。そっちかこっちが当てるか。相打ち打ち合います。もう本能ですよこれは。まあダメージは西本の方がありますけど、西本もありますけど、ただ一発当てれば西本倒しますからね。明日も当てられれば。あ、ボスも聞いた、ボディ聞いた。さあ来た、ボス聞いた、ボディがついた。2度目のダウン西本。腹が効いてる、腹が成長した。これが足澤流星、新たな姿。さあ追い込まれました西本です。もう倒れることはできません。仕留めるか足澤流星。バディー、うわーすごい面白い。強い足澤流星、抜群のお披露目会でした。うわーやべー。ダウン取られた後、その後3つのダウン3連チャン。いやー正子さんお見事でした。面白い試合でした ね。ゆうちゃみさんどうですか。はい、いやめちゃめちゃ笑いがこぼれました。こんなに面白い試合やばいっす。激アツっすね。激アツだね。やばいっすこれ。佐藤さん先にダウン取ったのは西本ですね。ペース掴んでたの西本なんで、はい、もう本当あの健康一滴と言ってもいいぐらいの足澤の、ね、逆転の一撃、すごい。でも足澤もね最近絶好調ですね。やりうまく相手分析して見てますか佐藤。いい練習できてるって感じしますね。まあ、打ち込んでいる方は気持ちも含めて嫌なものでしょう。残り30秒を切りました。ここはブレイク。でもこのレベルの選手はロー聞かされても無表情のまま前に出ますから、もう分かんないですよね選手は。2人がそうです。右クロスですよ。左のジャブに対してのクロス。15秒、島野だ
ましょうか。完全にクロスカウンターですね。ショートで。いや今のいいタイミングだったな。グラブのジャブに対して右のクロスがガッツリ入ります。今まで見せなかった技をこの東京体育館の大舞台。菅原道場、菅原会長も男泣き、島野もそうだ。打ちながら拳を放ちながら。でもダニロはコツコツカーフで行って大技で見せるっていうのはある意味いいと思います。ストレート右ストレート放ったしら。いやタイミングもあったか。でも打ち込んだのは神保です。佐藤さん、あのしょうがないですよね。スピードもエロー、パワーのクラッターって感じですよ、明らかに。そしてパンチ、パワーで右左、左のキック、その力ありますね、クラッター。本当に対しては注意、クラッターかなり下に、おいパンチから、ここも右のフー、ハンマー状態、オーバーハンド、本当全力の右フックですね。一発一発そうですね。でもこれ空振りとかするとかなり疲れますよ。そのようですね。とにかくこう肩からこう回して放つようです。いやー、これは一瞬で右がストップした。パンチパンチ、さらにパンチから最後は左ハイキック。いや電光石火、このスピードと威力兼ね備えた倉田英輝です。今のはもう大丈夫かなっていう倒れ方でしたけどね。大丈夫かな。あよく動くエルトだったんですが、1ラウンド2分28秒文句なしの KO 勝利。コスケやっぱり距離潰したいんです ね。ストレート共に放ってくる。それでも今度は逆に出て返して強肩陣パンチからのカーブキック、沈むように崩れました。コスケタイムラグが少しあってから8という声聞こえてくるようです。ジンがダウンを奪った。もう一回ボックからさらにパンチだ。今度は背中をべったりマットにつけてしまったコウスケ。勝ったのは強肩陣。あの苦しみの18歳が今日復活を遂げました。2年の時を埋めて余りある一生。3ラウンド1分19秒惜しかったのは強肩陣、やっぱり KO です。倒しきるところ狙ってますね。そうですね、たまたピンポイントにね攻撃うまく合わせるんですよね。さあこれ足が大丈夫か、この足完全に太ももが流れている。これアマドだから立ってるんですよ。これスタンディングダウンだ。レフェリーがここでスタンディングダウンを取りました。決定的なダウン、ここで試合を止めました。倒しきりました、田中さとし。これでプロ2連勝。佐藤さんいかがでしたか。レフェリーは大変賢明な判断だと思います。もう本当満身創痍、もうギリギリの状態だったと思いますんで天野は、はい、3ラウンド2分51秒 KO という結果でした。ボディのコンビネーション、おお、タイキックダウン。タイキックですか。そうです、顔面膝にも近いかもしれないですね。そうですか。ここはちょっと今のはいきなりこの立ち上がりからボディの2連打からの上に行ったって感じですね。